ハレリア、ハレリア、こんばんは、こんばんは、ハレリア、アメン、アメン、サマさん、こんばんは、こんばんは、サマさん。こんばんは、麻生さんお元気ですか。はい、元気です。ね、元気です。キューちゃん決勝しますか。私がしてどうすんですか。はい、小太郎さん、ハレリア、アメン、アメン、ハレリア、アメン。こんばんは、ハレリア。はい、ですね、聖霊エステに行きたいです。アメン。はい、こんばんは。今日は土曜日ですね。皆さん、明日は日曜日ですね。日曜日は夜の7時の放送はないんですが、午前中10時半から、礼拝がありますので、皆さんぜひ礼拝参加してください。クリスチャンは日曜日に礼拝するというのが、これが大事な、命令でもあるし、証ですね。ぜひイエス・キリストを信じる人たちね、リアルの教会行ってる人はまた別ですが、リアルの教会行ってない人はぜひ、このネット教会と言ったらいいのかな、10時半から朝10時半ですね、礼拝がありますので参加してください。一緒に礼拝しましょう。イエス・キリストを礼拝することは証です。イエス・キリストを礼拝することは、この神様の栄光です。イエス・キリストを礼拝することは私たちが祝福されます。ぜひ皆さん、日曜日の礼拝は、これはオプションではなくてですね、クリスチャンとしての大事な証です。ぜひ皆さん、日曜日の朝は礼拝しましょう。ネットでも、ね、ニコ生で放送がありますけど、このニコ生の放送でも礼拝になると思います。はい、またリアルでですね、東京町田に近い方は来てください。ちょっと東京町田に近い方手を挙げてください。東京町田に近い方、だいたい1時間、2時間ぐらいでもいいですよ。2時間ぐらいでもいいですけど、1時間ぐらい。なるせ、はい、東京町田に近い方は、リアルの礼拝も参加してもいいですので来てくださいね。町田ってどこ。東京と神奈川の中間ぐらいのところですね。はい、近くても行きません。最近の日曜礼拝つまんない。そうかな、いいと思うんですが、300人ぐらい来てしまったらどうするんですか。ここじゃちょっと入れませんが、また考えますから大丈夫ですね。ぜひ皆さん、東京町田に近い方は来てください。祈り会とは違います。礼拝ですからね。ちょっと交通費は出せませんので、自費で来てください。自費でね。はい、やっぱりリアルの方がですね、皆さん、リアルの方が油すぎは強いですね。リアルの方が油すぎ、強いですよ。はい、それではですね、カレーですか。カレー出ますよ、出ます。夕方に出ますから、カレーだけ食べに来る。カレーだけ食べに来る。それでもいいですよ、どうぞ来てくださいね。はい、それではですね、なぜ女性は化粧をするのか、当たり前といえば当たり前なんですが、これをですね、信仰的にちょっと、探ってみたいと思いますね。なぜ女性は化粧するのか、当たり前ですが、
当たり前ですけど、あえて質問します。はい、皆さん答えてください。なぜ女性は化粧するんですか。特に女性に答えてもらった方がいいかな。はい、リュウさん、アメン、答えてください。美しくなるため、可愛くなりたいから。教会は綺麗な方がいいでしょう。男を釣るため。男を騙すため。外見を着飾るため。男性の気を引くため。男性の気を引く。自分の汚いとこを隠すため。神様に祝福されるため。神様に祝福するために化粧する。化粧したいから。油すぎがあるかもしれない。化粧油。あ、私はね、化粧を否定してるわけじゃないんですね。化粧しちゃいけないと言ってることじゃないので、そこはちょっと勘違いしないでくださいね。化粧は人を騙す行為です。化粧は常識だから。人前に出れない。化粧が文化になってる。プライドなど。ああ、化粧はプライド。キューちゃんはスピンの女性の方が好みなの。まあ、正直言うとスピンの方がいいんですね。正直言うとね、なんかスピンの方がなんか純粋な感じしない？なんかこうこうなんていうかな、汚れがないような、そんなイメージないかな。つけまつげ外した方がいいですか？ほぼしてません。アメン。化粧は礼儀です。キューちゃんに初めて同意した。はい、ありがとうございます。すっぴん美人が一番いい。はい、まあこれはですね、化粧しちゃいけないと言ってるのではありません。ファッションもいいでしょうし、おしゃれもいいと思いますが、ただその聖書はどう言ってるかということですね。聖書はどう言っているかということをちょっと、まあ、学んでみたいという。以前見下されないためとか言ってる人がいた。見下されないために化粧する。じゃあなぜ男性は化粧しないんですか。はい、じゃあ次の質問。なぜ男性は化粧しない、まあ、知ってる人もいますよ。私は知ってないけど。じゃあなぜ男性は化粧しないんですか。なぜ男性は化粧しないの。テレビに出る人は知ってる。習わしだから。しないのが常識。なぜ男性は化粧しないんですか。 V 系の人は知ってる。男性は美を求めないから。女性が美しく装うことは聖書にも書いてあるじゃないか。はい、まあ
昔の人は男の人は化粧してました。ああ、ほんと。江戸時代の話かな。江戸時代は男性も化粧してたの？しないことがプライド？ちょっとアンケート取りましたね。アンケート、まあ男性だけですね。男性だけね。化粧してほしい人が1ね。女性がですね。女性に化粧してほしい人が1、それとも、すっぴんの方がいいっていう人が2ですね。すっぴんがいいっていい人が2で、一番は、まあ、その薄化粧はどうのこうのってちょっと難しいので、まあ、薄化粧は別として、まあ、大きく分けて、まあ、化粧してほしいっていう人が1。で、すっぴんの方がいいっていう人が2ですね。まあ、多分、まあ、化粧の方が多いと思うんですが、まあ、一応アンケートね。はい、行きます。化粧してほしい人が1。すっぴんがいい人が2、女性がですね、女性が。はい、行きます。1、2の3。ああ、結構すっぴん派多いですね。結構すっぴん派多いですよ、皆さん。女性の人聞いてください。間違えて。リーさん間違えて1の押してしまった。結構すっぴん派多いです。嬉しいですね。45%。45% すっぴん派。皆さん、女性の方聞いてくださいよ。女性の方 45% 男性はすっぴん派がいるということでね。はい。すっぴん派が意外と多かったということですね。それじゃあですね、まあ、なぜ女性が化粧するかということですが、まあ、美しく見せたい。これはね、気持ちはわかりますよね。自分を美しく見せたい。確かに美しい方がいいかもしれない。美しい方がいいかもしれないけど、ただ本当にこの化粧の美しさは本当の美しさなんでしょうか、ね。化粧の美しさは本当の美しさなんでしょうか。化粧は確かに美しくなれると思うんですが、その化粧することによるデメリットっていうのもあると思うんですね。デメリット、化粧することのデメリット、嘘をつくのは良くない。ああ、そういうのもありますよね。化粧することのデメリットっていうのがあると思いますが、そうですね、時間かかるとかね、お金がかかるとか、ちょっと肌に良くないとかね、それからあと何があるかな。まあ、そのあれですよ、まあこれはどっちかというと、そのまあみんなで一緒に考えたいというね、いいか悪いかとも問題じゃなくて、まあちょっと一緒に考えたいという感じでタイトル考えたわけですね。で、ですね、結局なぜ化粧したいかということなんですが、まあ身だしなみとかですね、もちろん美しくなりたいということ自体悪いことではないと思うんです。男性だってね、ちょっとこう髪の毛取ったりね、こう男性だってこう床屋行ったり、それからひげ剃ったりね、だからこう若干こう身だしなみしたり、男性だってこうちょっと、まあ、化粧じゃないけどもこうきちっとしたいっていう気持ちはありますから、まあ、そういう意味で化粧がいけないということではないし、まあ、若干のおしゃれはしたって構わないと思うんですが、ただ聖書の言いたいことを、じゃあちょっと結論いきましょうね。こうよく出すところなので、もう皆さん知ってるところだと思うんですが、第一ペテロ3章ですね。第一ペテロ3章、同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い方を彼らが見るからです。
あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ、神の御前に価値あるものです。結局聖書の言ってるのはですね、この3節4節ですね。つまり外面的なものではなく、外面的なものではなく、柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄、要するに聖書が言ってるのは外面よりも中身だよということですね。外面より中身だよ、ね、外面より中身、つまり心の飾り、心の人柄、心の人柄を飾りなさい。つまりこっちの方が、これこそ神の御前に価値がある。化粧で美しくなることよりもね、お化粧とかおしゃれで美しくなる外面的なものよりも、心の中の飾り、心の中の人柄の方が価値があるんだよ、価値があるんだよということです。皆さん、これは分かってるようでなかなか分かってないと思うんですが、ぜひ本当に大事なものはこっちなんだよという、本当の美しさ、本当の美しさは外面じゃないんだよ、本当の美しさは心なんだよということですね。女性の方々、ぜひ聞いてください。女性の本当の美しさは心なんだよ。恐れかしこ、神を恐れかしこむ清い生き方、神を恐れかしこむ清い生き方、これが本当の女性の美しさなんだということです。女性の美しさというのは、神を恐れかしこむ清い心、柔和で清い心、穏やかな霊、柔和で穏やかな霊ね、そういう心が飾りなんだよ。なんかこう男言葉使ってですね、乱暴な態度、なんかこうね、非常にこう男っぽい心みたいなね、男っぽい喋り方とか、怒りとかね、激しい気性っていうか、そういうものは綺麗な心ではないんだということですね。まあ、それは男性にも言えるんですよ、男性にもね、まあ、男性にも言えるんだけど、特に女性はそういう神を恐れかしこむ清い心、柔和で穏やかな霊、そういう心を飾りましょうということですね。皆さん、本当の美しさ分かりましたか？男性も含めて女性の方々、本当の美しさ、本当の美しさ、それは心の飾りなんだよということですね。女性の方々が美しくなりたいですか？女性の方々、美しくなりたいですか？イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、油注ぎを受けるならば、油注ぎを受けるならば、美しくなります。男性も女性も美しくなります。本当のお化粧をしましょう。本当のお化粧。本当のお化粧をすると、本当に美しくなります。それは油注ぎ化粧。油注ぎ化粧。聖霊エステですね。聖霊エステ。女性の方々、本当のお化粧をしましょう。本当のお化粧。本当のお化粧ですね。綺麗な心、穏やかな霊、柔和な霊ね、皆さん、それが本当の美しさです。皆さん、誰でも美しくなれるのです。誰でも美しくなれるのです。化粧しても心は美しくなりません。お化粧してもそれは、洗顔したらば元に戻っちゃいます。し
かし、イエス・キリストを信じる、イエス・キリストを信じる本当のお化粧、油注ぎを受けるお化粧、仕事以外は化粧しないようにします。小太郎さん仕事以外は化粧しないようにします。本当の美しさ分かりましたか？本当の美しさ、心の美しさ、あのね、やっぱりね、こう心が顔に反映します。で、クリスチャンの女性はね、油注ぎを受けたクリスチャンの女性はね、やっぱり本当綺麗になっていくんですね。やっぱり心の反映ですね。この表情が綺麗になります。目が綺麗になりますね。目が綺麗になりますね。 目綺麗ですか？もう男性も女性も目が綺麗になりますからね。もう、ま、顔、表情が綺麗になるしね。ですからぜひ皆さん、心をきれいにしましょう。自分の力できれいになるんじゃないんですよ。この自分の力ではなくてね、油注ぎによってきれいになるんですね。油注ぎによって心がきれいになります。ぜひ皆さん、油注ぎ化粧をしましょう。油注ぎ化粧ですね。そしてですね、何見たかったかな。まあ、要するに男性は男性もですね、男性もその外面的なもので女性を見てはいけないということですね。まあ、それ女性も言えるんだけど、とにかく皆さんもですね、外面で人を見ちゃいけません。もう背が高いとか、お金持ちとかね、なんかこう、そういう外面的で人を見ちゃいけません。やっぱりその人の、その人の信仰を見ましょう。その人の信仰を見てその人を判断しましょうね。外面で人を判断しちゃダメですね。やっぱりその人の信仰を見て、その人の信仰がその人の、まあ、価値と言ったらいいのかな。人を外面で見るのやめましょう。ですから女性を見るとき、外面で女性を 見るのではなくて、その人 その心で人を判断しましょう。そうすればですね、外面的で騙されることはないということですね。外面的に騙されることはないということですね。はい、今日はなぜ女性は化粧をするのかということですが、もう一つの意味はですね、やっぱり男性がイエス・キリストを表し、女性が教会を表します。つまり教会は愛される立場ということですね。愛される立場だから、女性はさっき男性の気を引くっていうのがありましたけど、まあ、イエス・キリストの気を引くというのが本当は正しいんですが、まあ、男性の気を引く、本当のあり方はイエス様の気を引きましょう。イエス様の気を引くことが本当の女性と言えるでしょう。男性もそうですが、つまり化粧して男性の気を引くのではなくて、心の飾りでイエス様の気を引きましょう。イエス様の気を引く、これが本当の女性ではないでしょうか。男性もその女性の気を引くような生き方ではなくて、イエス様の気を引くような生き方をしましょう。神様に心を見せましょう。人は上辺を見るが、神は心を見る。人は上辺を見るが、神は心を見る。皆さん、人に外面的に人によく見せようとしないで、心の内面をイエス様に見てもらいましょう。心の内面をイエス様に見てもらうことによって、私たちは本当に正しいあり方になるのですね。はい、大体わかりましたね。はい、それじゃあ英語いきましょうか。英語ね、今日の英語、マルコ8-38、マルコ8-38。 If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation,
The sound man will be ashamed of him when he comes in his father's glory with holy angels. ちょっと長いね。If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his father's glory with holy angels. これね、意味はもし誰かが私と私の言葉をこの、会員で罪深い世代の中で恥じるならば、人の子も、聖なる天使とともに神の栄光の中で、来るときに、その人を恥じますということですね。もっと分かりやすく言うと、要するにイエス様とイエス様の言葉を恥じる者は、人の子もその人を恥じるということですね。つまり私たちはイエス様とイエス様の言葉を恥じてはいけない、ね、イエス様とイエス様の言葉を認めれば私たちも認められるけども、イエス様とイエス様の言葉を恥じるならば私たちも恥を受けるという、とても大事な御言葉ですね。このね、アダルトラスっていうのは、まあ、会員的なですね、シンフルってのは罪深い、ジェネレーションは世代ですね、アシェームドは、まあ、恥を受ける、それからファーザーズグローリーが父の栄光、ホーリーエンジェルスは聖なる天使ですね。もう一回言いましょうか。 If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his father's glory with the holy angels. 要するに私たちはこの今この生きている時にイエス様を認めましょうということですね。イエス様を認めて、イエス様の言葉を認めれば私たちも天国に行った時に認められるよということですね。とても大事なことです。兄弟姉妹の皆さん、イエス様とイエス様の御言葉を恥じてはいけません。アストッキングさん、こんばんは。私たちは今この時代にあってイエス様を認め、イエス様の御言葉を認めましょう。イエス様を認め、イエス様の御言葉を認めましょう。そうすれば天国に行った時に認められます。私はとてもこの伝道部屋で伝道できていることが本当に幸せです。なぜ幸せかというと、イエス様を認めてるからですね。この伝道部屋でイエス様を、ね、告白し、イエス様を伝道しています。それは私にとってとても嬉しいです。なぜかというと、認めれば認めるほど認められるわけですから。イエス様を認める人は幸いです。イエス様を恥じないで、認める者は幸いです。なぜかというと、父の前で認められるからですね。皆さんもぜひですね、どこでもいつでも、いつでもどこでもイエス様を認めてください。いつでもどこでもイエス様を認め、イエス様の御言葉を認めてください。勇気があります。勇気がありますが、皆さんが天国行った時に認められます。天国行った時に認められますから、ぜひ皆さん、イエス様を認めましょう。アメン。アメン。はい、それでは証し行きましょうね。証し。ね。油注ぎ。化粧、本当の化粧、本当の化粧証、聖霊エステ証、スタート。心がきれいになった、表情がきれいになった、言葉がきれいになった、本当の化粧証、油注ぎ化粧、聖霊エステ証、スタート。サマーさん、内面の美しさを磨きたいです。アメン。聖霊を感じると、暖かくなります。
精霊エステで悪霊が体から出てきました。外見で判断するのをやめます。心が綺麗になった。心がピカピカになりました。化粧しなくなったら彼氏に綺麗だと言われた。旧牧師のシワを取り除きたいです。進行で化粧がいらなくなるほど肌が透き通ってきました。精霊エステですね。精霊エステで心から綺麗になろうと思いました。化粧なしで一から出直そうと思いました。化粧をやめたら前の人に気づかれませんでした。心をきれいにして自慢したいです。イエス様によって輝くとき誰でもイケメン美人になると思いました。早くキリちゃん牧師に会いたいです。精霊エステで命が救われました。神の言葉で顔のイボが取れました。クリスチャンになってうつ病が治った。心ピカピカです。ハレルヤ、良かったですね。化粧をやめたら快活になれました。アーメン。信仰で心がきれいになると肌もきれいになりました。キリちゃん牧師、肌がきれいですね。ありがとう。伝道放送で心身が清らかになってきました。びっくりするほどユートピアになった。来年は精霊エステブームでリバイバルです。キューちゃんスタイル維持の秘訣を教えて。油注ぎです。精霊に今日も酔ってますか？酔ってます。精霊エステで疲れ知らずです。精霊エステが一番の化粧だと思いました。掃除をしたら部屋がきれいになりました。明日からボロボロの服とすっぴんで歯も磨かずに歯は磨いてください。以前は悪魔メイク、今は精霊メイク。内面が美しくなってニートでも気にならなくなりました。アメン。死人がよみがえりました。今日から洗顔するのをやめました。化粧をやめたら諦めないでと言われても気にならなくなりました。本当の綺麗さが分かるようになりました。心の綺麗な女性を探そうと思いました。ハレルヤ。それです、それです、それですね。心の綺麗な人を探しましょう。心の綺麗な人を探しましょう。信仰のおかげでニートなのに肌はツルツルです。精霊エステで外見ではなく心身も美しくなりました。ハレルヤ。化粧品の会社に騙されていることが分かった。精霊エステで20代の肌に戻れました。神の導きでこの素晴らしい放送に出会うことができました。人は外見よりも信仰心です。アメン。心からきれいになる精霊エステをもっと広めたいと思いました。アメン。化粧している女性ばかりに騙されて人間が怖かった。
セレステで10歳若く見られるようになりました。ニキビがなくなりました。毛穴がきれいになりました。心の化粧をしようと決めました。アメン。精霊して初めて本当のパートナーが見つかりました。ゲス様がくれた体に化粧するのをやめた。素晴らしい証に体が熱くなりました。精霊してでお腹のお肉が取れました。貧しくても霊的に祝福であれば幸せです。伝道放送を通じてイエス様の言葉を聞けて幸せです。結局誰かに憧れているから化粧するのかな。2年間この放送を見て20代に見られるようになりました。化粧とは誰かになる偶像崇拝と知った。天皇制を 全否定することができるようになりました。霊的に良くなると本当に外見も良くなると思います。アメン。化粧しなくなったら面接受かりました。化粧する時間があったら聖書を読もうと思いました。ハレルヤ。キューちゃんみたいに元気になりたいと思った。聖霊風呂によってカリスマの素晴らしさが理解できるようになりました。アメン。聖霊を感じればもっと美しくなります。アメン。聖霊捨てで本当の綺麗が見つけられそうです。キューちゃん放送のおかげで真実が見えるようになりました。自分を偽ろうとしているという意味なのかも。油注いでください。神様アーメン。ハレルヤってどういう意味？主を賛美 しなさい。主を賛美しなさいということですね。社会は偶像崇拝の塊なので仕事を辞めました。この放送で心の目で見れるようになりました。精霊オイルで油注ぎを体感できました。夕ご飯美味しくなりました。精霊エステでダイエットに成功しました。化粧品を全部窓の外に投げ捨てました。この放送を毎日見てたら覚醒剤がいらなくなりました。外見での美しさは偽りなのです。間違ってカラオケでハレリアと叫んじゃいました。それは間違ってませんよ。正解ですよ。これからもカラオケでハレリアと叫んでください。人は外見を見るが、神は心を見る。第一サムエル16:7。旧を訴える化粧品組合連合会。
化粧品を売る営業をやめたら空が晴れ渡った。精霊捨てで心から綺麗になりそうです。僕にとってはイエス様が覚醒剤です。霊的に覚醒しましょう。霊的に覚醒しましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。油注ぎを受けて自分の虚栄を捨てたくなりました。アメンアメン。自分の虚栄を捨てましょう。自分の虚栄を捨てましょう。本当に大事なのは外面ではないんだということですね。心に化粧しないで素顔で神様と歩いていきたい。アメン。ありがとうございました。アメン。油すぎのオイルってオリーブオイルでもいいですか？いや、油すぎっていうのは目に見えない油ですね。目に見えない。精霊により美しくなります。アメン。はい、確かにね、私はあの明石小宮であるように皆さんはですね、信仰によって美しくなってると思いますね。心が美しくなってる。でそれは霊的な問題ですが、イエス様の十字架のおかげですね。十字架で流されたイエス様の血によって心がきれいになると書いてありますね。罪があると、汚れているわけですね。その罪の心をですね、お化粧でごまかすのではなくて、罪の心をイエス様の血で清くすることが大事だということですね。誰でもイエスキリストを信じて油注ぎを受け続けるならば、心がきれいになります。言葉もきれいになります。行動もきれいになります。本当の美しさはそこにあるのです。本当の美しさは外面ではないのです。本当の美しさはその人の人格であり、その人の心であり、その人の信仰なんですね。その人の信仰が美しいのです。ですから、神様が求めているのはそれなんだよということですね。神様は私たちが清くなることが、神様の御心です。清くなること、外面が清くなることじゃなくて、本質が清くなる、人格が清くなる、心が清くなる、これがですね、神様の喜ばれるところですが、人間でもそうでしょ。皆さんのその夫とか妻がですね、心が綺麗な方がいいと思いませんか？皆さんの友達が心が綺麗な方がいいと思いませんか？皆さんの家族が心が綺麗な方がいいと思いませんか？ですよね。ですから、神様も皆さんの心が綺麗になってほしいのです。皆さんが本当に清くなってほしいのです。イエス様のような美しさになってほしいのです。誰でもイエスキリストを信じて、油注ぎを受けて信仰によって励むならば、誰でも、信仰によって励むならば清くなるのです。清くなるのです。憎しみがなくなり、怒りがなくなり、恨みがなくなり、復讐心がなくなり、ネガティブがなくなって心がきれいになるのです。心がきれいになるのです。皆さん毎晩ね、来てくださって、もう1年2年3年と皆さん来てくれてる方、だいぶきれいになったんではないでしょうか。皆さんが熱心に求めてるから、熱心に学んでるから、皆さんはきれいになってきました。皆さんはきれいになってきました。イエス様の血によって、油注ぎによって、皆さんは清くなりました。清くなりました。皆さんは清くなったのです。清くなったのですね。ぜひ
皆さん、これからもっともっと清くなりますよ。もっともっと清くなります。もっともっと清くなりますね。私もですね、もう信仰を持って34年ですが、もっともっと清くなりたいのです。私も61ですが、もっともっと清くなりたいのです。なぜ清くなりたいかというと、イエス様が清いからですね。イエス様が清いから私も清くなりたいのです。イエス様に褒められるぐらい心がきれいになりたいです。アメン。こういう御言葉がありますね。第一ヨハネ第一ヨハネの3の3、キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。キリストに対するこの望みを抱く者は、キリストが清くあられるように自分を清くします。つまり私たちは、イエス様に、お会いするのです。イエス様とお会いするためにイエス様が清いように、私たちを清くして、清くなってイエス様にお会いする準備をするのです。イエス様に会いたいですか？イエス様に会いたいですか？イエス様にお会いしたいですか？そのためには、清くなることによって会う準備をすることですね。イエス様は清い方ですから、清い方ですから、私たちはイエス様にお会いする準備、お会いする準備ね、イエス様と、お会いすることによって、 LT 教会に聖書ありますか？ありますよ。あります。イエス様にお会いする準備をしましょうね。イエス様とお会いする準備です。皆さんね、世の中はあまりこう霊的な清さということよりもね、外面的なものに振り回されているんですね。外面的なものに振り回されている、まあ、見栄とか虚栄とかね。でそれはやっぱりね、霊的に盲目だからですね。霊的に盲目、つまり外面しか見えないみたいな、心が見えない、外面しか見えない、これは霊的に盲目なんです。そして皆さんが信仰を持つとですね、イエス・キリストを信じると、この霊の目がね、こう霊の目がパッとこう鱗が取れて、霊の目が取れて人の心が見えるようなんですね。つまり外見で人を見るのではなくて、心を見るようになります。そしてその人の心を見て、その人を判断するようになります。それがですね、目から鱗ですね。目から鱗。そしてそういう本当のこの人の評価というか、人を見ることができるようになります。そして自分自身もそういう、霊で自分を見ることができます。その時に私たちは、自分の罪深さが分かってくるんですね。なぜ、私の心はこんな汚いんだろうかという、自分の心が見えてきます。僕も LTL 教会の礼拝に行ったら聖霊に酔いますか？酔いますよ。そういうわけで、ぜひですね、皆さん、清くなるということに心がけましょう。霊的に清くなる、自分の心を悔い改めることによって、清くなります。女性がですね、お化粧したりファッションすると気持ちいいですよね。なんか綺麗になると気持ちいいですが、外面でさえそうならば、外面でさえ清くなったら気持ちいいなら、内面の心が綺麗になったらもっと気持ちがいいのです。心が清くなるともっと気持ちがいいですね。ですからぜひ皆さん、心を清くなりたい、体
神様が喜ぶような心が清くなりたいと思ってください。そうすれば本当に、清くなりたいと思えば思うほど清くなれますね。はい、きっとですね、皆さんはますます清くなると信じます。 LTL の賛美歌、どんな賛美歌ですか？あのタイムシフトで礼拝見れますよ。タイムシフトで礼拝の時のタイムシフト見れますから見てください。もし見れなかったら YouTube でも見れますね。 YouTube でね。はい、それではですね、まあ化粧に限らずですね、化粧に限らずやっぱり世の中っていうのはそういう外面で評価する世の中と言ってもいいかもしれませんね。霊的なことはないがしろにされて、外見的、お金持ちかどうかとかね、学歴があるかどうかとか、財産があるかどうかとか、綺麗かどうかとか、容姿がいいとか悪いとか、そういう外見で価値を測るのがこの世じゃないでしょうか。それは間違いです。それは間違いですね。そういう外見で物事を判断してはいけません。私たちは信仰的に判断する、信仰的に判断する、または、この霊的に判断する、そういう、それが信仰ですね。そして霊的に清くなるのはまさにイエス様のおかげだよということですね。イエス様のおかげで霊的に清くなるんだよということですね。後で話していきますか。短ければできるかもしれません。短ければね。はい、そういうわけで、ぜひ皆さん、ますます聖霊エステを受けてください。聖霊エステを受けてください。聖霊を求めてください。油注ぎを求めてください。油注ぎを求めてください。私ももっともっと清くなりたいです。私ももっともっと清くなりたいですね。はい、そういうわけですね、これで今日のタイトルを終わりにしましょうか。まあね、この繁華街行ってデパートとか行くとですね、まあ、いかにこの、美しくなるかというお化粧品のお店とかね、いろいろこう女性がこう欲しくなるようなグッズが売ってると思いますが、やっぱりそういう誘惑なのかな、買わせようとする誘惑、商業主義っていうのは人間の弱さを誘惑して不必要なものを買わせるような、まあ、そういう世の中ではないかなと思います。世の中はそういうですね、人間のこの欲望を刺激して、購買意欲を刺激して無駄遣いをさせるというのが世の中ではないかなと思いますね。それではですね、ちょっとメールが来ちゃった、ごめんなさいね。それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、はい、それではですね、もっともっと、聖霊エステ受けたい人、もっともっと、油注ぎ化粧をしたい人、もっともっと霊的に清くなりたい人、心が清くなりたい人、もっともっと、もっともっと人格的に清くなりたい人、アメン。イエス様を信じて、もっともっと清くなりたい人、アメンと言ってください。アメン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 。
アメン。アメン。アメン。じゃあお祈りします。天の父様、私たちは本当に、その汚れたものです。本当に罪深いものです。しかしその汚れによって自分も苦しみ、その罪深さによって人にも迷惑をかけてきました。しかしイエス様が私たちを清めるために十字架にかかって死んでくださいました。イエスキリストを信じることによって油注ぎを受け、その油注ぎによって心がきれいになってきたことを本当に感謝します。そして主よ、もっともっと清くなりたいのです。あなたの御言葉を学び、あなたによって清くなりたいのです。イエス様が清いように、私たちも清くなりたいのです。今アーメンと言った方々が清くなりますように、霊的に清くなりますように、油注ぎを受けて清くなりますように、霊的に清くなりますように、言葉が清くなりますように、行動が清くなりますように、すべてが清くなりますように。イエス様、この汚れた世の中にあって、この汚れた世の中にあって清くなりたいのです。今アメンと言った方々の心が許されて、イエス様の血潮によって清くなりますように、清くなりますように、清くなりますように。イエス様、祝福してください。今アメンと言った方々を祝福してください。そしてイエス様、日本の汚れを清めてください。聖霊の雨によって、聖霊の雨によって日本の罪を清めてください。日本の汚れを清めてください。イエス様、どうぞお願いします。清めてください。あなたの血潮で清めてください。あなたの血潮で日本を覆ってください。日本人の心を覆ってください。御言葉によって清めてください。御言葉によって清めてください。清めてください。清くなることが御心です。御心です。清めてください。あなたのようになりたいのです。あなたのようになりたいのです。あなたとお会いするために、お会いするためにその準備をしたいのです。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さん、私たちはですね、以前は汚れてましたけど、本当に清くなってると信じます。ぜひこの信仰に立ってもっともっと清くなりましょう。この道から外れてはいけません。イエス様から離れてはいけません。御言葉にとどまりましょう。油注ぎを受け続けましょう。もっともっと清くなります。もっともっと清くなります。そしてこの放送を見てくださることによって、いつも面白いとは限りません。いつもマンネリ化しててね、同じことばっかり繰り返す部分もあるかもしれません。でも皆さんね、その油注ぎを受け続けるためにはやはり油注ぎを受ける機会が必要なんですね。この伝道部屋によって油注ぎを受けると思いますので、ぜひ皆さん、この信仰にとどまってください。そして清くなります。もう1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、半年、1年、どん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 清くなります。そして清くなればなるほど、もっともっと、快適になりますね。ぜひ、強くなりましょう。そして、トラブルが減ります。病気も癒されていきます。人間関係も良くなります。そして本当に素晴らしい人生になっていきます。心がきれいになるということは本当に素晴らしいことですね。本当に素晴らしいことですね。明日朝10時半、礼拝があります。ぜひ皆さん、礼拝一緒に出ましょう。そしてイエス様を崇めましょう。イエス様を認めましょう。そうすれば天国で認められます。ありがとうございました。また明日おやすみなさい。朝お会いしましょう。シャローンシャローンシャローン。おやすみなさい。ハレルヤ、アーメン。おやすみなさい。
アメーン。キューちゃん。はい、こんばんは。遅いよ。放送終わってからやったらちょっと。